ゆいかめは、日本の JAXA 宇宙飛行士、元航空自衛官。長野県南作郡川上村出身。長野県野沢北高等学校を経て、1992年3月に、防衛大学校理工学専攻を卒業。在学中は、騎乗隊に所属。卒業後、航空自衛隊に入隊。F-15 戦闘機のパイロットとして、飛行任務に従事したほか、 テストパイロットとしても活躍する。航空自衛隊幹部学校式幕僚課程を経て、航空幕僚幹部防衛課勤務。2009年2月、宇宙航空研究開発機構第31期宇宙飛行士訓練生に選抜される。同年3月、航空自衛隊を退職。宇宙航空研究開発機構第31期宇宙飛行士訓練生となる。 自衛官出身の初の宇宙飛行士訓練生である。2011年7月、すべての基礎訓練項目を終了し、JAXA 宇宙飛行士として認定された。2012年6月、フロリダ州海底での NASA、極限環境ミッション運用訓練に参加した。同年10月、国際宇宙ステーション第44次、第45次長期大在院に任命される。 2015年6月頃にソユーズ宇宙船で打ち上げられ6ヶ月程度滞在する予定となった。2015年5月7日、油性は同月27日の打ち上げに向けてガガーリン宇宙飛行士訓練センターで行われた最終試験に合格した。その一方で同年4月28日に制御不能となる事故が起きたプログレス補給船とソユーズ宇宙船には一部で 共通の機構部品が使われており、事故の原因究明作業に時間を要するため、打ち上げは延期された。2015年6月11日、ロシア連邦宇宙局は、延期となっていたソユーズ宇宙船の打ち上げが、同年7月23日に決まったと発表した。同日、予定通り、バイコヌール宇宙基地から打ち上げ完了。約6時間後、国際宇宙ステーションと、 ドッキングに成功。同年12月まで日本の実験旨、希望にて、科学実験やステーションの運用に携わった。141日と16時間の宇宙滞在の後、12月11日、ソユーズ・トマ -17M でカザフスタンに帰還した。2016年3月、佐久市内の高校出身という縁もあり、佐久市子ども未来館の名誉館長に就任。 子供の頃から化石探しや理科の実験を楽しみながら身近な自然科学を学び親しんだ。その中でも特に天文学に興味があり、宇宙飛行士は当時からの憧れであったという。宇宙飛行士になりたいと本気で考えるようになったのは航空自衛隊に入隊してパイロットになるための訓練を受けていた頃で同じように厳しい訓練に耐え抜いたテストパイロットが 宇宙飛行士を目指すアメリカ映画、ライトスタッフを見たのがきっかけとされている。2014年4月12日、アメリカでアマチュア無線技師の試験を受け合格したとツイッター上で公表。同月23日、FCC は油性にアマチュア局 k g 5ト p h のコールサインを発給した。ISS に滞在中、専用装置で 人工栽培されていたレタスを試食している。宇宙飛行士が ISS で栽培された野菜を食べるのは初となった。川上村のレタス農家で育った油性からは感激の言葉が漏れた。既婚者であり3人の子供がいる。地上の家族との初交信では宇宙での感想だけでなく家族への思いやりや優しさも込められていた。油性が参加した2015年の 第44次、第45次長期滞在ミッションのロゴは、名前の亀宮から連想される、亀をモチーフにしたデザインとなった。j a によると、亀はコツコツと努力を重ねてきた油性の性格も、表しているという、ありがとうございます。